皆さんごきげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による BLCD 好き、 BLCD に興味がある、 BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 布教番組です。今日も篠先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速いきましょう。本日ご紹介する作品です。金環色山江式子の世界です。こちらはですね、山江式子先生っていう BL 耽美界の大御所作家さんですね、うん、その方の作品集を CD 化したものなんですけれども、はい、うんうん、山江式子さんね、塩沢兼人さんをキャスティングされることが多くて、でこの金環色なんですけど、山江さんの作品に塩沢さんが受けで初めて出演された CD になります。というわけで本日私を殺してくるのは塩沢兼人さんでございますおめでとうございます。はい、ありがとうございます。異国のお話で、時代背景としては戦争の後。まずですね、はい、この話の主人公メルローズビシャス、沖合亮太郎さんが演じてます。彼は元軍人で、うん、戦争が終わった後自分のお父さんの仕事をお手伝いしてます。メルローズは仕事でクライシスロールシャハティの屋敷に行くの。クライシスロールシャハティっていうのはかつての敵国の有力者で、メルローズのお父さんの事業にとってすっごい大事な取引相手なのね。でその屋敷で昔の自分の上司カートフレグランスと再会します。でこのカートっていうのが塩沢兼人さんが演じているんですよ。来た来たよ、塩沢さんが来た来たよで彼は敵国に捕まって処刑されたはずだったのね。だけど今はクライシスに囲まれてる。でこの話はカートがメルローズに自分の過去の話を切々とね、淡々とね、お話で聞かせるのがメインストーリーで、その語りの中でメルローズが一夜の過ちとしてカートを抱いてしまう。でまあ言っちゃえばね、それだけの話なんだよ、うん、だけどとにかく塩沢さんの語りと1995年当時のめちゃめちゃ若い沖合さんの攻め、こちらをですね楽しむ衝撃的な CD になっております。で本筋はカートの物語なんだけど、メルローズ視点で話が進んでいくから、はい、沖合さんの語りがメインになるわけですね、はい、そして今日聞いてもらいたいところです。もう過去のお話がメインと言ったので過去のお話をしっかり聞いていただきたいと思います。金環色山江式子の世界のトラック2から4までを見ていただきたいと思います。それではご準備よろしいですか？それでは参ります。 Go! Go!若いじゃん。え？ちゃんと体にいい薬だよ。なんで？誰やねん。もうやだ。やだやだ。好きだったん？もう大変だよ。大変だよ。うわ、男だ。音楽がいい。かわいそう。どうなん？BLCD において塩沢兼人さんといえば山江式子作品に触れないわけにはいきません。 CD 化された全ての山江作品に出演されて、吸血鬼に囚われた元貴族、天才能楽者、女装の霊人、敗戦国の元将校、ミステリアスな東洋人医師など、神秘的でノーブルな夢の麗しい男性を時に男らしく時に女性と見まごうお芝居で演じてらっしゃいます。山江作品は耽美系 BL 小説のど真ん中を行く、これこそが耽美という作風で、舞台の日本でも異国でも時代劇でも現代劇でも常にドロドロとした情念と人間の性と業、呵責と暴力が入り混じる濃厚で酷なストーリーが多く、過激なプレイも満載でドラマチックな反面、精神的にきつい内容が多いのですが、その中でも特に塩沢さんが演じる受けのキャラクターは過酷な運命を背負った役ばかり。今回紹介した金環色で塩沢さんが演じるカートフレグランスも将校から談笑に身をやつし、敵国の男に囚われるという悪夢のような人生で、軍人だった頃の強さとしなやかさ、談笑になってからの非語欲をそそる弱さと儚さの要素が混然一体と共存している難解なキャラですが、圧倒的な力にねじ伏せられた環境の中でもプライドと気品を失わない高貴さが尊く、色気はストイックで上品な艶やかさに溢れていて、甘さもある程度しっかり男、淡々とした語りに仕込まれた感情の機微、病気を想起させるように若干ガサつかせた声、ささやきの吐息、甘えた柔らかい声に聞き迫る気迫と鋭い怒号、対極的な要素を内包し昇華した繊細すぎる表現は塩沢さんにしかできない唯一無二の演技だと思います。主人公のメルローズビシャス役沖合亮太郎さん、若いお声にみずみずしい色気が満ちていて、爽やかな青年のお芝居が若気の至りをしていますメルローズにバッチリ、時に眼前なカートにじゃれつく子犬のようにも見えます。尺としては短いですが、カートを抱くメルローズの葛藤と性欲の衝動、その後の展開は衝撃的。メルローズ視点で構成されている
いものの、いつの間にかカートの手の上で転がされているような感覚になってくるのは圧倒的な塩沢カートの存在感ですかね。最後の最後にメルローズこの野郎って思えるのは塩沢さんの存在感と戦って一矢報いたオキエルさんのお力、さすがです。カートを抱くもう一人の攻め、クライシス役の石井浩二さん、こわもての役をたくさん演じてらっしゃる方なので凄みを醸すお芝居がゾクゾクします。カートをいたわる時の声は優しく甘いけれども温度は低いという絶妙なさじ加減で、腹の底を見せないクライシスの怖さの表現が素晴らしいです。あの甘い声を聞いてしまったからクライシスに一縷の望みをかけたくなってしまうんです。山合先生の作品は作風や内容ともに合う合わないがはっきり分かれると思うのですが、山合式子の世界三部作はキャスト、演技の質、ストーリー、構成、美しい音楽、全てが素晴らしく完璧で BL 音声化作品の一つの完成形だと思っています。ライトな作品が好まれる昨今ですが、こういう重厚で大敗的な BL 世界もあるので、機会があれば聞いていただきたい。その時はとにかく一言も聞き漏らさず、楽曲も飛ばさずに作品世界にどっぷりと浸って鳥肌を立ててください。はい、とにかくどこにも救いはないじゃないですか。私はもう寒い以外は全部プライドだなってだよ、ね、セリフが、うん、だから部屋が寒いとか空気が寒いとかそういうんじゃない寒さ、うんうん、メルローズの前で唯一吐いたというか弱音がおそらくだけっていうところかなと思ったんですね。だから最後の寒いっていうのをクライシスを呼べって言って、メルローズにはもう甘えないってことなのかなって話としてはすっごい面白いし、すごいちゃんとしてるけれど、いやよくこんな救いのない話書いてるなって。いやメルローズの方もかなりいいですよね。いやかなりいいですよね。一回泣いちゃってるから自分もそっち側に行ってしまったわけじゃないですか。でその時のそれこそ背徳感と罪悪感に今後一生まみれて生きていくんだろうなって。でもね、ね、言いたいことはおそらく同じでしょう、うんうん、やべえですよ。そうなのよ。最後ちょっと追加して、ね、5っていうトラックも2分ぐらいなんで聞いてもらったんだけど、そこがあることによってメルローズのヤバさがわかる。吹っ切れちゃった感じ。クライシスが絶対カートのこと超好きじゃないですか、うん、その純粋な愛し方ができない感じはちょっと好感度ありました。歪んだ愛し方しかできない、相手のことを好きすぎていじめちゃうみたいなところから派生してるんだろうな。愛してはいるんだろうけど、おそらくそれを認めたくない。カートも多分それが分かってるから、だから寒いって甘えられるんだよね。最後の最後で甘えられるんですよね、うん、でそれをメルローズが見ちゃってるから、カートを助ける側にはもう自分が回れないだろうってもう分かったから、うん、じゃあカートをサイドの方に行こうって。クライシスはクライシスで、多分自分だけがこう憎まれる対象であって、でも頼る対象であって、自分が生かしてやってるみたいな優越感とかを感じたいがために全ての行動を起こしている感じがして、私は何よりも塩沢さんに幸せになってほしいので、この話は無理でしょうね。無理だね。辛労で死ぬか病気で死ぬか自殺するかのどれかで死ぬだろうなって。こんな生き方してて老衰では死ねないでしょう。で運よくクライシスの元からパーン抜け出せたとしても多分生きていけないと思います。うん、きつすぎる。仕打ちがひどい。塩沢さんってすごい受けだったね。もちろんあえでましたけど、辛かった。聞いてて、沖合さんもすごい声が若くて、でその若さもあってメルローズに超ぴったりでしたね。あなたがあの時カートのことを抱かずにいれば、カートの中の神は君になったかもしれないのに、うん、でもそれをしなかったから寒いっつってクライシス呼ぶんですよね。辛い。救いがないよ。メルローズおめえなんとかしろよ。最初いいやつだと思ってたのに。いや、いいやつだったんだけどね。客がいない日、さらにクライシスがこう挑んでこない日、うん、挑んでこるその日のその夜のさ、カートの心の平穏具合っていうのがもう想像するだけで切ないよね。え、私でも誰も来なかった時って死にたくなるんじゃないかな。抱かれても抱かれなくても寂しいだろうから、どちらにせよ絶望なんですよね。誰も来ないと自分の存在価値感じられなさそうになっちゃってて、だからメルローズにも自分をだけって一回打診するじゃないですか。それはおそらく自分の存在意義のためなんですよね。体しか自分にはもう残ってないからね、ないって思ってる。でそれは違うよってメルローズが一回言うんだけど、後々それを覆すからあ、やっぱそうなんだって多分なっちゃうんじゃないかね。誰も部屋のドアを開けなくても、誰かが入ってきてもどちらにせよ絶望を感じるだろう。あ、抱かれちゃうんだって思うだろうし、誰も来なくても自分なんてもう存在価値なんてないんだって絶対思うだろうし、この生活がじゃあ20年30年続かないじゃないですか。でもただ
ご飯食べてあったかい布団で寝て、でその生活を今望んでるかって言ったら多分望んでない、うん、この人の救いは本当になくなっちゃったんですよね。もうクライシスがさ全部そこですね。もう全部私クライシスのせい。クライシスがもう素直になってハグをしたまま抱きしめたまま寝てやれよお前って。でもそうすると多分カードすぐ死にますよ。ダメか、そうか、自分の存在価値を失っちゃうのかと思うんで、だからこの話の絶望具合って他の話と違う。誰かが何か優しくしてあげればこの人は救われるかと言われたらそうじゃない。もう誰に優しくされてもひどくされてもどちらにせよカートは絶望しか感じない人間になってしまってるだろうから。あーだからクライシスが優しくなってもダメなのか絶望してる。私絶望した。絶望してる。だこの人が唯一救われる方法ってもう死ぬしかないんですよ。そうだよね。でも一番多分絶望の底に落としてるのメルローズだと思うんで。はい、こいつだよね。つらいつらいつらいよ。何よりも私その一番初めの1回はしょうがないと思う。あただその後こいつ毎年招待されて毎年ルンルンで通ってってるのが私はもうどうしても許せない。そうですね、確かに。途中でさ音楽がいいって言ってたじゃん。はい、すごかったですよ。それこそメルローズがカートを抱くところ私多く始まったと思った。それか大河ドラマのオープニングの後のなんか前回からのあらすじみたいな。これね、マイシコの世界の3部作楽曲全部オリジナルなんですよ。この作曲家がマジか、マジか、魔女の宅急便だとかレッドクリフだとかタイガやってんじゃないですか。やってらっしゃって、そう映画音楽とかねドラマの音楽を作曲されてる岩城太郎さん、だからタイガドラマっぽいっていうのは正解なんです。嬉しいの。今までも救いがない話っていっぱい聞いてるじゃないですか、うん、それとはちょっと次元が違う。ホラー映画とかでお化けが怖いとか怪奇現象が怖いとかじゃなくて、うん、人間が怖いっていうホラーあるじゃないですか。それに近い絶望感がある。山井しき子さんの作品は特に聞く人を選びそう。そうだね、まあ、読む人も選ぶでしょうし、うん、好きな人は絶対この世界から帰ってこれない。多分この先 CD 化は山井さんはないんだろうけれども、うん、私はめちゃめちゃ CD 化してほしい作品とかまだ他にもあるし、ただやっぱりあれは塩沢さんじゃないとダメなんだよ。もうイメージの中で山井さんの世界の受け、うん、美人の受けは塩沢さんっていうのがもうあるから。いや塩沢さんはやっぱすごいですね。今日も篠先生ありがとうございました。ありがとうございました。1週間ぐらいこの話のこと考えて寝そうです。睡眠不足になりそう。それでは皆さんごきげんよう。